さんこんにちは。ようこそグミの木へ。今日はベグーとチンチラのお世話グッズの便利な収納方法について紹介します。ぜひ最後までご覧ください。それでは早速我が家の収納グッズを紹介していきます。我が家で使用している収納グッズはこちら、衣装ケースとキャスター付きワゴンを使っています。まずこちらの衣装ケースですが、ペットシーツやペレット、チモシー、ステップなどをストックしています。頻繁に使うものではないので、蓋付きの大きめのケースに入れています。次に、こちらのキャスター付きワゴン。こちらには日常のお世話で使用するグッズを収納しています。3段に分かれているので、用途別に収納をしています。それぞれを詳しく紹介していきます。まずは1段目。ここにはチモシーを小分けにして入れているプラスチックケースを載せています。蓋の上には量りを置いています。ここにはペレットを置いています。この上でペレットの重さを測っています。続いて2段目、半分にペットシーツ、半分にはリンゴやパパイヤ、リンゴの木などのおやつをケースに入れておいています。そしてこのワイヤーラックをかけてティッシュペーパーを置いています。最後は3段目、こちらは主にグミが使用している布団やハンモックなどの洗い替え用のストック置き場にしています。洗濯が終わったものを種類ごとにこちらに収納しています。そしてこのワゴンの脇にはエコバッグに入れたかじりきコーンを吊るしています。大きめの洗濯バサミを使うのがおすすめです。そしてお掃除の時に欠かせないビニール袋も吊るしています。できたビニール袋のベロの部分にハサミで穴を開けて、カラビナを通してワゴンに固定します。使用するときに1枚ずつ引っ張るとこのように楽に取ることができるのでおすすめです。キャスターがついているので、お世話の時間になったらこのワゴンをペットフェンスの近くに移動させます。サークル越しに必要なものをさっと取ることができるので、お世話を効率的に行えて大変便利です。このチャンネルではデグーとチンチラの日常やお世話についての便利グッズなどの紹介をしています。ぜひチャンネル登録、高評価をお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバーイ。